数百年前に生まれた忍者は今日に至るまでその姿を変えて生き続けてきました。命を狙われた理由、それはお前が由緒正しき伊賀忍者第19代正統後継者だからです。急に殺されそうになって、それが忍者わけわかんないよ。私はあなたがサボらないか監視してるだけだから気にしないで。だが今決めろ、忍者になるか死ぬかを。お前を襲ったのは甲賀の手の者たちです。一時待たせたな。忍びの一時として行ってまいります。